無理しちゃダメだぜ、みんな。ぬるい。ここに来るまでといい、一人で何百のモンスターを片付ける気だ。都市最強の冒険者、底なしなのか。あれがあの人の本当の力、すごい。ですが自分たちも遅れを取るわけにはいきません。行きましょう、千草殿、桜花殿。うん、私もやらなきゃ。相手が誰であろうと臆さず戦う、それが冒険者。たとえそれが未知の存在でも。こんなのよりミヤお母さんの方が断然怖いって。過酷な酒場生活で鍛えられたミヤの腕力見せてやるのにゃ。クロエは皿より重いもの持ってないにゃ。ミヤの方が絶対力もりもりにゃ。何言ってんだあいつ。気にすんな、気にしたら負けだ。つーか気にしてる暇なんてねえ。ヒーラー、呪文を。動かないでください。負傷者全員効果範囲内、魔法を行使します。全開っす。まだまだ行くぞ。ねえ、なんかすごくない？いつの間にかみんな連携してる。すげえよアスピー。一人の活躍が周りに伝播し、大きな影響を与え、それぞれが高みへと上り始める。オラリオンの縮図のようです。ギルドが本当にやりたいのはこういうことなのかもしれません。冒険する心とか波及し伝わっていくもの、現に私の心も。行きますよルルネ。私も今ばかりは一人の冒険者として熱き戦いを。参ります。負けさせないよ。行きますよ。気をつけるにゃ。それ。ヒュレイド・サラーリカ。あたりの敵は殲滅しました。次の演唱まで新手をお願いします。はい、レフィアさん。あの二人、やっぱり仲良くなっているような。戦場で背中を預ける仲ってやつだろ。お前の面倒な心配はお門違いじゃないか。同感だ。戦友とも違う。あの二人も今も張り合っている。それが何より好循環だ。敵をバッサバッサ蹴散らしてくれるのだからな。負けてられない。私たちも行きましょう、ラウル。任せるっす。秋が隣にいると本当に助かるっす。なんでここで泣くのよ。どけ。はあ。
みんなすごい。どんどん敵を倒してくる。当たり前です。オラリオのほとんどの冒険者がここに集まっているんですから。そうだね。これなら。あれは、何ですか？黒い。この先だけ夜みたいに。何も見えない。まるで世界が、ここだけ抜け落ちたみたいだ。煙を吹き出して、まさか！全員止まれ！毒だ！くっ、あっ、くっ、あー！すぐに専用の解毒剤を。わずかに触れただけだ。そこまで侵食はしていないはずだ。わずか。たったあれだけで装備を溶かす。おお、こいつはでかいな。一体がすべて黒に染まっておる。これらすべて毒の霧か。ということはたどり着いたわけだな。ああ、ここが砂漠の中心部。元凶の目の前だ。やったね！今日も張り切っていこうね。この真っ黒なものが全部毒の風。この奥にいる。オラリオを壊してたくさんの人たちを襲った全ての始まりが。なんかすっごいことになってるにゃで、にゃにゃにゃなんだよ、急にでっかい声出すなって。違うにゃ、ミアの足元に死体が転がってるにゃ。これは冒険者、いや盗賊。神の眷属であることは間違いないようですが、どれも灰に埋もれている。なぜこんなにも死体が、今回の騒動と関係があるのか。おそらくその予想は当たっています。彼らが掘り起こしたのでしょう。掘り起こした？一体何をだ。それはドロップアイテム。何？どういうことだ？デダインの村でヘルメス様をはじめ神々と答え合わせをしました。ベヒーモスを見た王者たちの情報と照らし合わせて。あくまで想像の域を出ませんが、間違ってないと思います。事件の発端はベヒーモスのドロップアイテムを何者かが見つけ出したこと。ベヒーモスを撃ったあの日、大量の魔石が砕けた一方で、ドロップアイテムが発生することはなかった。だがもし、発生していなかったのではなく、砂漠と化すほどの灰の中に、隠れていただけだったとしたら。ベヒーモスと同列の存在、リヴァイアサンを撃った時は、ドロップアイテムが回収された。そのことを加味すると、この砂漠に禁断の宝が眠っていた可能性は十分にあり得る。でもドロップアイテムを回収しただけで今回の事件が起きるとは思えません。使い道なんて武器やアイテムとか。ここからはさらに想像になる。
ドロップアイテムを発掘した者たちはそれを別のモンスターに取り込ませたのではないか。な、魔石を食らったモンスターは力が増し強化種となる。ならば伝承のモンスター、その肉体の一部を取り込ませたら、大量の魔石の火にならない化け物が生まれるのではないか。そのような安易な考えに走った者がいたかもしれん。ドロップアイテムの法則として、発生する体の部位は異常発達した箇所と決まっている。ベヒーモスの最大の武器は毒の風、もう一つはおよそ生物の範疇を超えた強靭な生命力。脳か臓器か、あるいは心臓。残されたドロップアイテムはその類だと僕たちは考えている。そしてそれは大いなるモンスターの生命力の源だ。ドロップアイテムでありながら生きていたとしたら、それを取り込んだモンスターを乗っ取る。いや、そのドロップアイテムこそモンスターを取り込んだのかもしれない。ドロップアイテムがモンスターを取り込む？冗談だろ。だがこれならベヒーモスの亜種が誕生した経緯は説明できる。では、ここに散乱している死体は？ドロップアイテムを発掘し、モンスターに取り込ませ、その直後に最初の犠牲者となった者たち、といったところでしょうか。はた迷惑どころの話じゃねえ。どこのもんだこいつら。さあね、主審にそそのかされたのか、イビリスのように秩序の転覆を狙っていたのか、もう今となってはわからない。けれど、僕たちがやることは最初から決まっている。生まれ変わったベヒーモスの亜種、はっきり言ってかつて以上の脅威だ。地上のモンスターを取り込んだせいか、オリジナルにはなかった増殖能力を有し、世界中に解き放っている。力ははるかに劣るとはいえ、時に数は質より厄介なものとなる。ここで必ず仕留めなければならない。だから、アイズ。うん。行け、あの元凶のもとへ。待ってください、フィーさん。アイズさん一人だけで行かせるつもりなんですか？逆にアイズ以外、あの猛毒の中に侵入できる者はいない。ベルクラネル。先ほど君も味わったばかりだろう。風を晴らす。この奥にいる存在が討伐されたかのモンスターと同じなら、毒を発生させる器官があるはずだ。合図にはそこを叩いてもらう。毒の風さえ消えれば。ここにいるすべての冒険者が総力を持って敵を叩く。それでも。ベル。あ、はい。あと、レフィーヤも。私ですか？二人の戦い、すごかったよ。だから、次は私。次は、私が冒険をする番。待ってて。必ず帰ってくるから。アイズさん、信じてますから。私も、ずっとここで待ってます。うん。ありがとう。アイズ、僕が言えることはもう何もない。だから、今思っていることだけをそのまま伝える。信じている。頼む。分かった。早く帰ってこい。あまり私を心配させるなよ。うん、リベリア。じゃあ行ってくるね。
みんな行こう。僕だって気をつけてください。頑張るにゃ。切り込みます。お手伝いします。風が弱まればやられる。装備でも防ぎきれない。先へ、中心地へ。私を見つめているあの眼差しのもとに、みんなのために私が。ギター、これがベヒーマスの亜種。気持ち悪い。ハウルだけでこの衝撃。強い。でも消えて、消えて。ち、まだかよ。うるせえ。吠える前に手を動かせ。次々とモンスターが押し寄せてくる。まだこれほどいるのか。風が全然消えねえ。まさか剣気のやつ。演技でもねえこと言うんじゃねえ。もし剣気がやられたら何もできねえんだぞ。そうなれば手前たちの世界も終わりということだな。思っていても口に出すな。しかし、このままでは。疑うな。その心こそが、お主らを殺す毒よ。愛情を疑う前に、まず己に負けるでない。私たちは合図を信じると決めた。なら答えは一つだ。あの黒い風が消え去るのを待ち続ける。踏ん張りどころってことだな。負けるな、アイザー。アイザさん、アイザさん。みんながいないと私は一人になる。どんなに傷ついても剣を振るう。どんなに血を流しても
戦い続ける。足が溶けても、腕が砕けても、モンスターを殺す。こんな私の方がモンスターじゃないかって誰かに言ったような気がする。剣がうなる。瞳が黒く染まっていく。ずっと戦いたい。もう何も感じなくて済むように、ずっと目の前の敵を。私の願いは、私の帰る場所はここ。うん、違う。私の帰る場所はここじゃない。だから見る！ラファーダ！今のはモンスターの叫び声。それじゃあ見てください、黒い風が一気に膨張して、全員退避、風の直撃を浴びるな。やんだ。
アイズさん、やったよ。もう毒は出せない。でかした！よーし、これで！見て、霧が晴れる！いや、やはりアッシュだ。姿形が微妙に違う。何よりオリジナルより一回り小さい。ならばその力も。ああ、勝利をつかみ取れる。この時のために僕たちは集まった。武器を持ち、怒りを雄たけびに変え、世界を守るために力を尽くせ。この一戦に全てを、種族もファミリアもあらゆる垣根を越えて、あの敵を撃つ。突撃！うわあ！気をつけてな。来ましたね。行くよ。やっ。君と僕の絆の勝利だぜ。僕は冒険する。気をつけてください。頑張って。
すんだ。よっ、えい。よく頑張ってくれたな。感謝するぞ。倒した。勝ったんですか？うん。私たちが勝った。見てるかいなあ。見てるに決まってるでしょ。さっきまで広がっていた黒雲が消えた。ベル君たちが勝ったんだ。お見事。語り継がれるファミリアミス見せてもらったぜ。正気が消えた。やったのか彼らが。お姉ちゃん、お兄ちゃん、ありがとう。冒険者様、ありがとう。ウラノス、終わったか。ああ、私たちの冒険者たちの勝利だ。そうか。よくやった、冒険者よ。竜巻が起こることも、誰も襲われることもない。もう誰も泣かなくていい。ええ、アイズさんのおかげです。ううん、みんな頑張ったおかげ。ベルだって。あ、はい。不思議だね。え？いつも
あんなにいがみ合ってた人まで、みんな一緒に。ええ、でもだからこそ勝てたんだと思います。僕たちの力が集まったから。うん。帰りましょう、アイスさん。僕たちの、みんなのオラリオに。帰ってきたと思ったら、一体どうなってるんだい、これは。どうなっとるって、見たらわかるやろが。祭りや祭り。途中で中断されたグランドデイの続きと皆さんの勝利のお祝いです。いっぱい飲んで食べて騒いでください。こっちが疲れ果ててるのが見えんのか。本当にオラリオの連中だ。そう愚痴るな。この光景が私たちの守りたかったものだ。違うか。ま、そうじゃな。おお、シャクティ無事だったか。ガネーさん大感激だ。ガネーシャ、もう少し静かに頼む。これ以上私は疲れたくない。かえって即祭りとは面白い。なかなかできる体験ではないな。よし、行くぞ。俺は休みたいんだが。っておい、手引くな、話せ。祭りってことは稼ぎ時のはずにゃ。このタイミングでベヒーモス料理を売り払うのにゃ。それにゃ、今度こそ完売させてリベンジにゃ。需要競争はもういいですね。シル、宮川さん帰ってきました。でも、そこが好き。こういうオラリオが、私は好き。そうですね。私もそう思います。すみません。ベル様を見かけませんでしたか？ベル？見てないけど。あの、神様、せっかくのお祭りなのに行かなくていいんですか？行くよ、行く。でも、もうちょっとだけ待ってておくれ。僕は大丈夫ですけど、それで見せたいものって何なんですか？あ、いや、もうちょっと待ってくれ。こうして、こうして、うん、これでよし。じゃあ行くよ、ベル君。行く？何が？じゃじゃーん。あ、ドレスですか？うん。
ほら、イブの時に言ったろ。もう忘れちゃったかい？グランドデイのためにドレスを新調したんだって。ずっと君に見せるのを楽しみにしていたんだ。神様。絶対ベル君に一番に見てもらうんだって思ってたんだけどさ。でもあんな事件が起きちゃって、こんなドレスなんてどうでもいい事態になって、もしかしたらベル君ともう会えないかもって、そんな風に思っちゃったこともあって。でもちゃんとこうやってベル君に見てもらえた、僕はそれが何より嬉しいんだ。はい、僕もこうやって神様のドレスを見れてすごい嬉しいです。ベル君、無事でいてくれてありがとう。戻ってきてくれてありがとう。言うのを忘れてました。え？何をだい？ただいま、神様。うん、おかえり、ベル君。よーし、じゃあ今から。お祭りを楽しもうじゃないか。このグランドデイオン。はい。これはいずれ昔になるお話。灰の地より蘇りし、闇の獣が神の住もう都に黒き風を放った。黒き風は都を壊し、人々に絶望を刻み、世界をも侵さんとした。だが立ち上がった者たちがいた。一人一人は小さな光、しかし集まれば世界を照らす輝きとなる。見るがいい、空を取り戻す数多の剣を。聞くがいい、果てなく響く勝利の歌を。闇を払った小さき光たち。ああ、いつまでもどこまでも刻もう、その光の名を。光の名は、そう、冒険者。これはいずれ昔になるお話。いずれ伝説になる冒険者たちの偉大なる英雄譚。